ダメです。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはカリスマのリアクションですね。今回は7人のカリスマで、おつカリスマ忘年会、見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたカリスマのリアクションです。はい。まあ、月1ペースで更新という形でやっているカリスマのリアクションなわけなんですけれども、まあ、前回ね、カリスマ1週間を聞いてもう脳みそが完全に、破壊されてしまいましたっていう形になったわけなんですけど、まあ、今回おつカリスマ忘年会ということでね、まあ、さすがに忘年会なら締めてくれるんじゃないですか？うん。まあ、忘年会だからやりたい放題やっていいと思っている説っていうのも若干ながらあるんですけれども、まあ、とりあえずね、カリスマ曲の中でも、まあ、この3つはとりあえず第1部に聞いておくべきみたいなところではありますので、とりあえずカリスマ忘年会を見て、その後はまあ個人の曲を聴いたり聴かなかったりしていくのかなっていうところでやっていくわけなので、まあとりあえず、忘年会見ていこうと思います。全然シーズンじゃないけどね。はい、というわけでやっていきましょう。前回ね、またね、ミュージックビデオがパワーアップしてるとは言うものの、もう慣れましたよ、さすがに。もうね、翻弄されるのがバカらしくなってくる、本当に。うん。もうそういうものだと思ったから、もうカリスマは、あ、カリスマってそういうコンテンツなんですね、というふうに、もう認識するのでね、もう多分、だいぶ脳みそが追いついてきたので、多分曲に集中できるんじゃないかということで、聞いていこうと思います。それでは聞いていきましょう。よーい。スタート。今年も1年、おつカリスマ。オッケー。カリスマ忘年会、まあ、まあもう半年終わるんでね、まあ折り返しということで見ていきましょう。 OKOKOK みんなの忘年会。あ、理解さん、理解お兄さん、正しくね。おう、 OK、 正しい。おお、ちょっとそれ普通の雰囲気切り出すなあ。若干トラックが秩序違反。セイス、あ、怖いって。あ、テラさん、おう、あ、すごい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 。おう、ため息、なるほど、深いな。セーブジオス、あ、自愛が止まらない。それ、お、すごいすごい、ラストシューティングだ。オッケー、うわ、右、疲れてね。うん、掛け合いだ。あー、なるほど、やっぱりこういうとやっぱり言うんだね。バジ豆腐、あー、アンパス行きずれ。お、あ、チャージ、あー、生きづれって、生きづらいことを自覚してて僕はちょっと助かったよ、サルくん。オッケー、あ、イオリくん、キリス、オッケー。あ、ドラえもん、あの歌詞がちょっとありよ。人、どうじょじょ、不安になるよ、よりくん。不安になる、ちょっと。ダメです。終わりだよ。終わりだよ。何これ。おかしい、もう。おかしい。なんでこうなる。何。ま、モーセくん。はい。うわぁ、ここの幕、結構いい奥ない？内容がひどいけど、死なないでほしい。四つ目女。ダメー！ちょっとただちょっと天童天彦さん、ちょっと問題ですよ、あなた。よくこれ YouTube 通ったな、マジで。忘年会セクシー。忘年会で、あ、じゃあやばいやばいやばい。メシコケ欲しい。っていうか、うん。フミはまだ歌ってない。うん。
OK。 ただ語り、うわわっ、フェス、ボン、オッケー、うぉー、お疲れちゃん、まとまった、まとまった、あのフミヤのおかげだよ本当に。いやでもお前比較的まともだな。いや比較的、比較的な、当社費の当社がおかしいんだよ。まーい、一年お疲れ様、うん、歌えちゃう初見でも。ロークうん、あ、乾杯乾杯。一年の締めがこれでいいのか。あ、終わった、わーすごい、なんか一瞬、え、ちょっと待って、秒なんだけど、一年と一緒だね、一瞬で終わってしまう、やっぱりカリスマの曲は。はい、というわけで2回目はもうちょいリリックだったりビデオだったりいろんなものに集中していきながら聞こうと思います。よーい、スタート。フミヤめっちゃいいな今回。カリスマ忘年会始まるよ。いいね、僕リカイお兄さんすごい好きだな。ただこれはさ、うん、これはこのデコトラは同行法大丈夫なの、規律として。おかしいよ。見出すな。まあいいんじゃないでしょうか。じゃあライフイズ僕ミュージック、世界が僕で輝いてる、冷静に考えたら意味が分かんない。あなたは一人だぞ。セーブジアス、まあ地球を守ってはいるね。地球どころかもうだってラストシューティングしてるからね、これに関しては。宇宙に行ってるの、ビビビビだ。うわ、ここもいいよね。やっぱりでも君が一番扱いやすくて助かるよ。予測がギリできるもん、ここで言うっていうとこいいよね。バチトーフー、行っちまった、この行きづれ、いいな本当に。行きづらいけどそのね信念曲げられないっていうところがすごい戦いを感じます。サル君、リスマーイ、みんな一年お疲れ様。ちょっと秩序が乱れてますね、イオリさん。タラーラダラダラタタタタタ、あ、唐揚げ美味しく作るならか、え、ごめん、ちょっとメロディー思い出した。イオリくんも好きなんだけどね、ちょっとあの不安になる将来が、まあ、将来がこれならもう否定はできないんだけど、人橋割とどこまでもいけそうなのが怖い。まあ、契約させていただきたいです。はい、こっちから、でこれ問題だよこれ。ダメだよ君、ダメだよ君、一番これでね、これがなければ割と普通のギリ、あ、カリスマだってなるのに。何マリアージュって言ってる？大瀬君。ててナイバツ。このリズム感超いいんだけどね。ちょ、ちょいちょいいるし、妖怪の中に。大瀬君は前を向けるのだろうか？っていうか、ナイバツってカリスマって言っていいの？ダメー、うん、このヒップホップの PV に大概ってくるけど、ちょっと天彦に関しては問題だぞ、自分の顔で隠すという発想だからな。貢献欲しい、ピピ好き。フミヤパーティー超かっこいい。65日、ちょっとトラップ感があってさ、ブ
関係にただ流れるブーンバップ感っていうか、忘れようとしてもでも勢いがしのが延々続くキルロック、いいものは残す悪いものは消す、危険な一元論さ覚悟決める、すべては俺たちの一部、そしてこのさビート超いいのよ、なんて七面倒くさい事情はごめんだ、居場所探しの旅みんなお疲れちゃん、お疲れちゃん、やばい、よかった。カリスマブレイクって何なの、この単語たまに出てくるね、ブレイクしたらうんぬんみたいな。なお一連おつカリスマーロシクネみんな飛んでった、カリスマが花火になりました。また来年もこの花火を見れるように行きましょう。カリスマにしっかりとね顔向けできるようにね、一年頑張りましょう。すげえ曲だなマジで。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、まあ比較的まともだったんじゃないですかね。うん、割と音楽に集中できたのかなっていうふうに思うけど、まあ比較的ね、比較的にだよ、あくまでカリスマの中で比較した時にまあまともなんじゃないでしょうかっていうような、まあMV だったのかなと思う。うん。比較対象がおかしいっていうのは間違いないんだけどね。比較対象がおかしいのは間違いない。うん。だってもう、だってヤクザの構想に対して格闘技はおとなしいよねって言ってるようなもんだから。そのレベルではあるんですけど、まあ、比較的おとなしくて、曲もめちゃめちゃ良かったなっていうところでもありますよね。なんかメロディーが聞いたことあるやつだけど、あー、でも天童天彦はダメだよ。おかしいよ。彼ダメだって。もうさ、どういうつもりであれを作ってるの？もう本当に、もう制作人がわかんないよ、僕は。もう、ちょっと。理解ができない。ああ、もうわかんないよ、本当に。改めて思い返すとおかしい。あのパートだけが唯一おかしい。本当に。だってどうすんのよ。もうありがたいことにさ、カリスマのリアクションいっぱいありますよ、本当に。うん。本当にいっぱいあります。いっぱい再生していただいてますよ、本当に。うん。で、いろんな方がね、やっぱりカリスマを好きになってほしいという思いが溢れているんですよ。もうコメントを見ればわかる。もういろんな人がね、カリスマ好きになってくれて嬉しい。カリスマを好きになってほしいと思っているのに、あの PV は進められないってどうすんのよ。うん。とりあえず、じゃ、次何聞けばいいの？カリスマ忘年会聞けばいいの？うん。俺、天童天彦はね、ちょっとやっぱり攻めてて好きなんだよね。っていう人でも、これ見たらちょっと、みたいになるよ、本当に、絶対。ちょっと、なんかもう、セクシーというより、若干もうちょっと、超えてる気がするんですけど、一線をちょっと、若干、卑猥に片足突っ込んでるんですけど、大丈夫ですかね。大丈夫かな。なかなか難しい。まあ、ヒップホップ的観点で言えば、やっぱりね、ああいうのが出てくるのはあるけど、ちょっと、己で顔を隠すという発想にはちょっと恐れ入ったよね。うん。で、もう、絶頂フェイスを見せられたら、もう僕はもう彼を止められない。うん、もしかしたらカリスマの制作人ですら止められないのかもしれない。うん。だって多分、もう、衝動で作ってるでしょ、あの PV。彼だったらどうするか。カリスマの、このカリスマだったらどうするか。うん。もう突っ走っちゃったんだろうね。思いついちゃったからには、だってもうそれ防げないもん、だって。思いついちゃったのに、ちょっと抑える方向で行きましょうって無理だもん、だって。カリスマじゃなくなっちゃう、そんなんじゃ。うん。カリスマはもうやっぱりどこまでも行き切ってこそっていうところでもあるので。なかなかに恐ろしいなっていうところであるわけなんですけど。まあでも、天彦に隠れて、ちょっと僕は理解お兄さんも問題だと思うんですけど、大丈夫ですか？あれ秩序じゃないよ。うん。あのデコトラは完全に秩序を乱している。おかしい。制裁だって言ってる。あれ、どこの世界観ですか？完全に秩序のない世界からやってきたデコトラなんですけど、大丈夫ですかね？本当に。理解さんが不安になります。正義と秩序は相入れねえっていうような、そういうなんか名言もあったりなかったりするわけなんですけど、彼にはどっちなんだっていうところではありますね。でも僕やっぱりね、カリスマ見てるとやっぱり理解お兄さんはね、かなり僕来てるよ。心が。やっぱり理解お兄さんとイオリくんがね、なんかちょっと押したいわねっていうところでもあるし、イオリくんはちょっと不安になるしね。ちょっと人柱とか、ちょっと、行けるとこまで行ったろう感がすごい怖い。イオリくんに関しては。もう、まあ、テラくんはテラくんでね。まあもう全然もう、テラくんはテラくんでもう自由にやっていただきたいっていうところでもあるもんだって。僕らが止めることは何もないです。だって3次元だもん。3次元という醜い世界に生きてしまっているもん。2次元の綺麗な世界の中で、さらに2次元で研ぎ澄まされている、美を研ぎ澄ましているカリスマである、テラくんには僕は何も言うことはありません。はい。もうだって、テラくんに何か言えるとしたらもうだってもう、ビーナスとかフレイヤとか、もう美の神ぐらいでしょ。さすがにカリスマも神には勝てねえぜっていう感じではあるかもしれないんですけど。
まあまあまあ見ていく中でね、まあ大瀬くんもちょっと、まあ大瀬くんは、大瀬くん？大瀬くんでいいんだっけ？うん、湊くんに関してはちょっと、彼も、うん、放っておくしかない。もう彼はね、もうだって前向きで生きてほしい。まあ、死なない程度に手綱を握ってあげてほしい、みんながねっていうところでもあるし。まあ、フミヤのパートはめちゃめちゃ良くて、超熱かったぜっていうところもある。フミヤのパートが、個人的にはやっぱり一番好きだったかな、音楽的にも。ヒップホップな、なんかちょっとブームバップなような、トラップのような感じがして、このちょっと乗せていく感じ。うん。でもすごいニュートラルだよね。うん。なんかすごいまともそうに見えるんだけど、一番やべえのがフミヤらしいんですけど、大丈夫かな？うん。これからちょっと不安になるよね。なんか聖者のカリスマで聖と邪、善悪の区別があまりついてない子っていうことで、もう若干赤ちゃんに片足突っ込んでるというか、まあ、若干赤ちゃんみたいな男の子らしいんだけど、大丈夫なんですかねっていうところでもあるし、まあ猿川くんはね、マジで生きづらそうでよかった。本当に安心した。生きづらいと自覚したままずっと反発し続けてほしい。だってそれが彼の選んだ道だからっていうところ、そこで信念を貫くのがカリスマなんだぜっていうところでもあるよね。反発のカリスマをやめる以外生きやすくする道はないんだぜっていうところ、間違いないよね。うん、カウンターカルチャーの生きづらさっていうものもね、やっぱりもちろんのことね、僕も分かっているつもりではありますのでね。生きづれーって曲にしちゃうところがマジでいいよね。それでいてやっぱりみんなさ、うん、じゃあ言わなくていいんじゃないみたいなさ、テラ君とかさ、もう扱い方を完全に分かられてしまっている。かわいそう。かわいそうだ、サル君。そこが好きっていうところでもあるね。うん、一番生きづらそうで安心したわ、なんか。でいいよね。自覚してるだけいいと思う。うん、多少生きやすくなると思うよ。まあ、周りが合わせるか自分が合わせるかしかないからね。うん、まあ、サル君に関しては反発だから周りが合わせるしかないんで、はい、頑張って、生きやすい環境を構築するんだっていうところでもあります。はい。まあ、そんな感じでね、全員に触れていったわけなんですけど、うん、曲としてはめちゃめちゃ良かったね。すごいなんか、聞きやすいキャッチーなメロディー。あれって元ネタ何ですか？知ってる方がいたらコメント欄にください。うん。まあ、どのバースが一番良かったかって言うと、やっぱりこのフミヤのバースがめちゃめちゃ良かったな。やっぱり聞いてて。うん。ただやっぱりなんかこう、なんだろう、ヒップホップ魂みたいなものをめちゃめちゃフミヤからは感じるから、聞いててすごいいいし、うん、なんかオレンジのつなぎを着てるのが若干気になってくるよね。アメリカの囚人大丈夫？うん、いろいろと気になるところはありますけれども、まあとりあえずね、カリスマ3つとりあえず聞いて、なんかとりあえず一部みたいなところであったので、まあだから次聞くとしたら個人曲かなっていうところで、まあ誰から聞いていくのかはすごい悩んでいるところではあるんですけど、まあちょっと理解お兄さんの曲をちょっと僕は聞いてみたいかな。うん、今回やっぱりね、すごいダブスタというかね、秩序を守れと言いながら、なんかデコトラで走り回るっていう、とんでもない姿を見せられたので、ちょっと彼の引き出しが非常に気になる僕は。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりましょう。やっぱり曲より喋りすぎてしまうかもしれませんねっていうところで、とりあえず今回はこんな感じで終わります。次回また更新いつになるか分かんない、来月かな、月1で上がるかな、どうかな、分からないですけれども、楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、カリスマ7人のカリスマで、お疲れ様忘年会でした。バイバイ。